してますけど、そこまでばらけてないですから、叩きつけました。サードベースを踏んでランナー背負いましたが、最近5試合では5割4分5厘と当たりに当たっていますが、これは逆方向、大きく伸びる、今日も打ちました。これのストレート弾き返されたんですけども、バットが折れました。ファーストセカンドへ送って、一塁へ送って、どうだ、ダブルプレーになりました。打ち返した、センターに抜けていきました。セカンドランナー三塁を回った、回った、ジャイアンツ状態の良さをアピールしています。打ち返した、この当たりはどうだ、もう歩いているゲレーロ、2打席村上との対戦です。あ、最後は晴れています。ここ変化球、空振りの三振、三者やっぱりね、試合に出てるっていうのはね、まあ、チームにとってはもう非常にありがたいことなんですよね。そうですね、打ち返した、引っ張りました、丸吉弘かという高橋。今シーズンの山田の当たりはレフト方向、どうだ、入りました。変化球、最後は見逃しの三振、4番手高田芳生がゲームを締めまして、試合終了、7対1、ジャイアンツがこのカード、同一カード3連勝ということになりました。およそ1ヶ月ぶりの3連勝。